イッシュマイル・リードは、アメリカの詩人、小説家、エッセイスト、作詞家、劇作家、編集者、出版社である。リードは、アメリカの政治風土に挑み、政治的、文化的抑圧に焦点を当てた風刺的作品で、知られる。リードの作品は、漫画的なドタバタ感覚を持つとして、テリー・サザーンや、初期のトマス・ピンチョンと並び称されるほか、当監視されてきた。 アフリカ人やアフリカ系アメリカ人からの視点を表しているとされることが多い。しかし、リードの熱意と励ましは文化的執事にとらわれず、帰り見られることのない人々とその視点を広く対象としている。イシュマエル・リード、本名エメット・コールマンは、テネシー州チャタヌーガ市に生まれ、ニューヨーク州バッファロー市に育った。同地でバッファロー大学に進んだが、3年時で退学している。 理由の一部は経済的なものだが創作と音楽のために新しい雰囲気を体験する必要を感じたというのが主なものであった。この決断についてリードは以下のようにコメントしている。それは当時の私に起こり得たベストな事態でした。なぜならナサニエル・ウェストや他の作家に触発され望む方針に沿って実験を続けることができたからです。 私は誰か他の人のリーディングリストの奴隷になりたくありませんでした。多少は後悔していないわけではありません。このことで本当にひどい人種的なことを言われてきましたから。1995年にリードはバッファロー大学から名誉博士号を送られている。1998年のインタビューでリードは自身の受けた影響について話している。 私はおそらく小説家よりも詩人に強く影響を受けてきました。ハーレムルネサンスの詩人やビートジェネレーションの詩人、アメリカのシュルレアリストであるテッド・ジョーンズです。詩人は自分の中で働く想像力との調和をより高い水準でこなさなければなりません。そのようにして普通の三文作家には思いつかない言葉と連想を生み出すのです。1962年。 ニューヨーク市に移ったリードは、ウォルター・ボーアートと、著名な地下出版社イースト・ビレッジ・アザー社を設立する。また、リードは、マンハッタンの若手黒人作家からなるアンブラハが、作ったワークショップのメンバーでもあった。このワークショップのメンバーには、ブラックアーツ・ムーブメントを樹立し、黒人美学を推進した人々が含まれていたが、リードは、この運動には関わらず独自に、 アメリカ黒人誌の研究を続け、1976年の小説フライト通カナダの創作過程で、シンドレー体験機というコンセプトを創出した。シンドレー体験機という用語は、1984年のインタビュー英カンバセーションウィズイシュマエルリードでも用いられている。2005年にリードは35年間教団に立ったカリフォルニア大学バークレー校を退職し、現在は、 カリフォルニア芸術大学の客員研究員である。リードは著名な作家、振付師、演出家であり、40年以上結婚生活を続けている妻カーラ・ブランクとカリフォルニア州、オークランド市に暮らしている。リードはコロンブス以前財団の創設者である。同財団は1980年以降毎年、人種、性、民族性、ジャンルの垣根を超えた文学賞である。 アメリカンブックアワードを主催している。リードは他にも国際ペンクラブのオークランド支部や広く海外の映画を配給、評価することを目的としたゼアシティチネマも立ち上げている。いずれもリードの編纂になるもの。ありがとうございます。